赤窓とは、裏紙式のフィルムを使うカメラについている、コマ数を確認するための窓のことである。赤窓から、上のつまみは、赤窓を占める、シャッター120フィルム、127フィルム、828フィルム、ボルタフィルムなどの裏紙付きフィルムを使うカメラについている。赤色のものが多いので赤窓と呼ばれるが、大々色や暗玉色のものも存在する。赤色のものが多いのは、 初期の写真フィルムが赤い光に観光しないことを利用し赤が安全色として採用されたためであるがフィルムは裏紙によって遮光されており現在の赤い光にも観光するフィルムを赤窓式カメラで使用しても基本的に観光することはないただし限度もあり赤窓確認時は直射日光に当てない赤窓蓋がない機種ではテープ等により必要時以外 赤窓を塞いで遮光しておくなどの注意が必要である。使用するフォーマットにより窓の位置は異なり複数のフォーマットを切り替えできるカメラでは赤窓も複数存在する。赤窓は単なるフィルムカウンターではなくフィルム送り機構の一部となっている。赤窓でフィルムコマ数を表示するカメラはフィルムを1コマ分の送り幅で自動的に巻き上げる自動巻き止め機構がないので 赤窓を見ながらフィルムを巻き上げ赤窓の中心にコマ番号が来たところで巻き上げを手動で停止しなければならない。間違って巻き上げすぎてもフィルムをカメラから取り出さない限り巻き戻すことは不可能である。120フィルムの場合、今日では 69cm 番、66cm 番、64.5cm 番用にコマ数が印刷されている。 220フィルムは120フィルムと同じフィルム幅であるが、裏紙がないので、120フィルムを使う赤窓式カメラには使用することはできない。110フィルムや126フィルムを使用するカメラも、背面に裏紙直読窓があるが、これらは無色で赤窓とも呼ばれない。120フィルムはもともと 69cm 半8枚取りのフィルムであり、当初は、 枚数番号も 69cm 版用にしか印刷されていなかった。66版用の枚数番号が印刷されるようになったのは1933年頃であり、その前には、装填時1コマ目を出すためだけに使って、あとは決まった量を巻き上げ自動巻き止めになるよう、設計されたものや、また 69cm 版用の枚数番号を使用し、 他のフォーマットに流用するため特殊な送り方を指定した製品もある。特殊な送り方のカメラの場合、で16枚を撮影する。で12枚を撮影する。また特殊なフォーマットのカメラも他の汎用の番号を流用する場合があり。例えば、富山製作所のカメラで 62cm ル版は、66cm ル版用の番号を使用し、2、4、6、8、10。 12で6枚を撮影。6メ7 c m 半は、66cm 版用の番号を使用し、3、6、9、12で4枚を撮影する。ありがとうございます。